どうも。アスナ、何してるんだ？ああ、キリト君、これからユイちゃんとお買い物に行くの。この先で待ち合わせなんだ。じゃあ俺も付き合おうかな。本当？ゆいちゃんきっと喜ぶよ。家族水入らずだって。俺もできるだけ多く3人で過ごしたいしさ。ゆいちゃん寝ちゃったね。疲れちゃったのかな。リアルの子供のようにはしゃいで疲れたっていうのとは違うと思うけどな。俺たちと出かけたことを鮮明に記憶しようといつも以上に頭を働かせていたのかもしれない。それってつまり家族で過ごせて嬉しいからだよね。あくまで可能性の話だけど。
もそうなら私も嬉しいな。誰かさんにそっくりな寝言だね。だってしょうがないだろ、アスナの作るクッキーがうまいんだから。ユイも夢を見るほどにアスナのクッキーが好きなんだよ、きっと。そういうことにしておいてあげる。にしても気持ちよさそうに寝てるな。やばい、俺も眠くなってきたかも。あれ？そういえば買い物している時にリアルの方で今日ご飯当番だって言ってなかった？うん、そういえばアスナの買い物を見てカレーにしようって思ったんだ。だったらここで寝ちゃダメだよ、ご飯作れなくなっちゃうよ。そうだな、そうなんだけど。ほら、ちゃんと作らないとリーファちゃんが困っちゃうでしょ。ダメだよ、起きないと。だよな、さすがに当番をすっぽかすのはまずい。もうキリト君たら、起きて起きてってば。うん、
なったら。レアモンスターのメタルバーがいっぱいいる。本当か？起きた？あ、騙したな。そもそもメタルボアってなんだよ。だって君、寝ちゃいそうだったんだもん。じゃあ一旦ログアウトして晩ご飯を作ってくるかな。それがいいよ。その間に私がゆいちゃんを見てるから。それにしてもほんと気持ちよさそうな寝顔。あ、なんだか今度は私が眠くなってきちゃったかも。おいおい、俺を起こしておいて自分で寝るなって。ここでアスナが寝ちゃったら寝ているユイが一人きりになっちゃうだろ。アスナ、スカートの中が見えてるぞ。え、やだ。起きたか？覗いてないって焦らせようとしただけなのに。本当？誓って。じゃあ信じるけど、いくら君でも見られたら恥ずかしいんだから。それにしてもユイの寝顔を見ているとホッとするのか何なのか睡魔が襲ってくるな。うん、私がここに残ったとしても起きていられる自信がないよ。ここはユイちゃんが起きるまで二人で見守るのが一番かも。
ちょっと寝てる寝てる。まあごめん。じゃあなんか話をしようぜ。二人で会話をしていれば眠気もなくなるだろ。出すな、寝てるってば。え？じゃあ今度寝ちゃったら罰ゲームな。罰ゲーム？何するの？そうだな、寝てない？寝てないって考えてるだけだよ。で、何の話だっけ？罰ゲーム。なあ、そうか。もう適当でいいよ。じゃあケーキをおごるのな。ケーキね。いいよ。よし、ケーキはいただいた。生クリームたっぷりで、サイズはホールで頼むよ。キリトくん、食欲旺盛すぎだよ。ノア、腹が減れば眠気も消えるはず。ねえ、睡眠欲と食欲って、どっちが強いのかな。俺はどちらかといえば食欲が強い。嘘、寝そうになってるじゃない。アスナだって。それはゆいちゃんの寝顔があまりに幸せそうで。寝てたんじゃ。今起きたんです。二人とも眠っていましたよ。
本当か。あと少しで自動ログアウトしてしまう状態でした。危なかったのね。ありがとうゆいちゃん。どういたしましてです。結局二人とも寝ちゃったから罰ゲームはなしだね。なあ、そうだな。罰ゲーム？起きていた人が寝ちゃった人からケーキをおごってもらうっていう勝負をしていたんだよ。私はキイチゴのケーキが食べたいです。え？起きてた人がケーキをごちそうになれるんじゃないんですか？そうだね。ユイちゃんにケーキをごちそうしないと。確かにこの勝負はユイの勝ちだ。それにユイのおかげで俺は食事当番もすっぽかさずに済んだわけだしな。よし、それじゃあひとまず食事当番は済ませてくるから、その後でみんなでケーキを買いに行こうか。